国太郎出現登録をしべ茶町は、北海道釧路総合振興局管内の川上郡にある町。主に、富山県、長野県からの万毛開拓団の引き上げ者が戦後、多数移住した。町名の由来は、アイヌ語のしべャから、釧路総合振興局のほぼ中央に位置する。距離は、釧路市中心部から北東に約 40km。町の面積は1099.56。 平方キロメートル。日本全国の町村では、6番目に広い。町を南北に釧路川が流れ、川に沿って、専門本線、国道391号などの交通網が走る。南部には、釧路湿原を有する。釧路湿原の総面積18,290ヘクタールの内しべ茶町が占める面積は11,993ヘクタールで全体の、 約65%にあたり、四市町村中最も多い。町の境界線を北西を上にしてみると、羊のように見えるとされている。周囲四方に山に囲まれた盆地で夏と冬の寒暖差が激しく、夏は釧路などよりも気温が上がる。太平洋側気候のため積雪量は少ない。金子遺跡や日山遺跡、茅沼遺跡をはじめ、 戦死時代の遺跡が200以上確認されており、古くより人が暮らしていたことが分かっており、その子孫が現在のアイヌ民族と考えられる。江戸時代には東路や西別などにアイヌが集落を形成して暮らしていたことが松浦武四郎などの記録に残されている。1885年に阿波尻刑務所の前身である釧路修士官が開設された。 軍役場や古町役場、日本銀行の出張所も設置され、一時期は、釧路に匹敵する規模の町となった。服役する囚人は、最盛期で2000人近くに上り、釧路網走間の道路の建設、釧路鉄道の建設、川湯の後さねプリでの硫黄の採掘などの役に当たった。1887年には、硫黄産の硫黄の輸送のため、渋谷洋山館に、 北海道で2番目の鉄道が建設された。硫黄は、しべちゃで積み替え、釧路までは、水運で運ばれたが、乱屈のため資源が枯渇し、採掘は9年足らずで廃止された。1901年に、釧路州時間は廃止され、昨日は、網尻文館に移される。1903年の手鹿賀村の分離も重なり、人口が激減するが、1908年に、 群馬補充部が、終時間後地へ設置されたことにより、再び町は活気に溢れた。群馬補充部は1945年に廃止、敷地の一部と建物は、戦後間もなく開校した渋谷高校に、残りの敷地は農地等に転用された。渋谷高校の敷地が広いのは、これらの歴史的経緯のためである。主要産業は落農。農家の個数は年々減少しているが、 逆に父牛の頭数は増大、大規模化が進んでいる。べ茶町で落農が開始されたのは昭和に入ってからで、数個の落農家が生乳をバター、クリーム等に加工して、釧路で販売していた。昭和9年頃から各地で収入所が建てられ、本格的に落農が行われるようになった。近年は南部の登録を中心とした観光開発が進み、 専門本線のトロッコ列車、釧路湿原の6個号が、釧路駅東路駅間にて運転されている。東路湖では、カヌー体験などが可能。当期は、SL 冬の湿原号が、釧路駅しべちゃ駅間にて運転されている。しべちゃ、いそぶんない、厚生、たわ、さルルラン南しべちゃ、五十国、沼ほろ、二じ別、つ、あれき路、くちょろ、おそ別、つ、ちす。 別、茅沼人口は1963年の18,539人をピークに減少が続く。町内にある北海道しべ茶高等学校は日本一広い高校。敷地面積は255万平方メートル。串路館内で初めて総合学科が設置された。しべ茶駅かつて町内に存在した鉄道しべ茶ゃ調土管登録湖エコミュージアムセンター。 天然記念物しべち町指定天然記念物その他、温泉町内には各所で温泉が湧き出し、日本有数の温泉輸出量を誇る。町民の憩いの場としても利用されているが、他地区の温泉と比べて特徴がないためか、廃業した温泉も多い。ありがとうございます。